はい、どうも皆さん、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。さて、神里のお手伝いをするということなんで、こちらやっていきたいと思います。まあ、これしないとね、メインできないんで。さて、ここでいいのかな？彩香は祭りに行きたいの？違います。私はただ、お祭りは稲妻でよく行われているので、私たちシャブ業の者は、すでにそのような風習に慣れていると言いたかったのです。この時期になると、稲妻の民たちは皆お祭りに参加します。それと同時に、治安維持も難しくなり、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものなのですが、私たちにとっては心配すべきことでもあるのです。仕事ばかりに気が入ってしまい、話がそれてしまいました。すみません。私が行きたかったのはその隣の店舗です。この看板を見に来たんじゃないのか。じゃあ、早く店の中に行ってみようぜ。新しいお着物、ちょっと見ていきませんか？あら、神里様に異教のお客さん方、小倉屋へようこそ。布地と着物のあつらえ、どちらをご所望で？こんにちは。こちらに着物の裁断図があるのですが、見ていただけないでしょうか？おお、裁断図なんか持ってきてたのか。どれどれ。おや、これは。見ての通り、こちらはとても素晴らしい裁断図じゃないですか。神里様、この着物をあつらえたいということでよろしいでしょうか？はい、お願いします。神里様がうちに来て着物の注文をするなんて、小倉屋にとってとても光栄なことです。ただ少々厄介な問題がありまして、その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんです。稲妻にある絹の多くはリーユエコーから輸入されたものなんですが、今は神里様も知っての通り、稲妻は今鎖国状態にあります。正直なところ服飾界隈も大きな影響を受けています。高級な布地が手に入りづらく、着物のあつらえも長いこと保留にしてきました。しかしお客さんがご自身で布地を持参できるのでしたら、着物を作ることはできますよ。自分で布を買わないといけないってことか。小倉屋ですら手に入らない高級布地、一体どこであれば買えるのでしょう？万国商会に行ってみてはどうですか？彼らは大陸各地に店舗を設けているので、私たちより多くのつてを持っていますよ。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代ですので欲しいものが買えるだけで十分ですよ。稲妻で服を作るのはこんなに大変なのか。確か万国商会ってクリスのところだよな。そういえばオイラたち、もうずいぶん離島には行ってないな。ということは、どうやら万国商会へ行ってみる必要があるみたいですね。ありがとうございました。布地を買った後にまた来ます。その前に少しお願いがあるのですが。彩香のやつ、こそこそと何の話をしてるんだ？はい、わかりました。ではよろしくお願いします。いえ、そうかしこまらないでください。正直我々小倉屋もすでに長いこと絹を使った着物を作っていません。それにとても綺麗な裁断図ですし、私も皆さんと同じでとても楽しみなんです。
ありがとうございます。では私たちはこれで、旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。ああ、ということで久しぶりの万国商会だね。まあ離島を離れて、あそこにいた女性とかね、カマジさんとかとどうなったのか全然分かってないんで、行きますか。じゃあ何が起きるのやらね。ここが万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。いないみたいだから周りを探してみようぜ。いないね。ついていきます。間違いないかと。一体どうしましょう。クリスさん、どうかなさいましたか。あなたは神里家の綾香様。こんにちは。それに旅人さんも、お久しぶりです。近頃は離島から離れたみたいですね。うん、久しぶり。以前はどうも。あなたのおかげで私たちの商売もまたうまく回り始めました。あれ、ところでなんでこんなところでぼーっと突っ立ってたんだ。何かあったのか。それが、お恥ずかしながら万国商会の貨物が浪人に奪われてしまったのです。中にあった貨物とは何だったのですか。高級な絹です。あ、何年か前にリーウェから大量の絹を仕入れ、ずっと倉庫に保管していたのです。近頃稲妻城にある着物店の絹がそろそろ底をつけるとの情報を耳にしまして、これを売って商売をしようと思ったのですが、まさかそんな時に、あの浪人たち、貨物を奪うとそそくさと森へ逃げていきました。私も被害届を出そうと思ったのですが、あなたも知っての通り、私たち外国の商人はあまりよく思われていません。勘定奉行の方々は私たちの話を全く聞かないどころか、もっと不運に見舞われればいいとさえ思っているでしょう。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めていませんが、それでもここは稲妻です。クリスさん、発言にはご注意ください。あ、申し訳ございません。つい愚痴をこぼしてしまいました。今のところ良い案も思い浮かばず、我々商会の人間だけでは貨物を取り戻すことも難しい。この損害はきっと運命によって定められた避けようのないものだったのでしょう。正式な手続きはできませんが、遺失物の回収を手伝うことはできます。そうですか、やはり。って、本当に大丈夫なの。はい、しかし個人名義でこのことに対処するとはいえ、私の一元一行は多かれ少なかれ社奉行と上里家の印象に関わってくるでしょう。そのことだけが少々不安ですので、このことはどうかご内密に。それと、人生において困難に直面した時、必ずしも誰かが手を差し伸べてくれるわけではございません。あなたの万国商会という立場を鑑みて、私から助言がございます。不必要な損失を避けるためにも、今後はより一層注意を払っておくべきでしょう。はい、必ず。しかしお手伝いいただけるのはありがたいのですが、これではあなた方に面倒をかけるのでは。
万が一勘定奉行のお方があなたに対して何かよからぬ考えを持っていたら、それにあなたは民衆の間でも高い評判を持つお方、我々のような一般人のために損害を被る必要はありませんよ。ご冗談を。何を言おうと私は上里家の長女、勘定奉行の方たちに私の行動を言及する資格はございません。おお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。クリスさん、貨物が奪われた具体的な時間、場所、そしてその者たちの特徴を教えてください。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。時間は2時間前、場所は、皆さん私と一緒に現場まで行き調査をしましょう。よし、出発。メリハリが効いてていいね、キャラ的にね。このあたり、ああそこだね。ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡、非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。早く追おう。資格は使わなくてもって感じなんだね。こっちか。探すだけで十分っぽいね。こっちは足跡ない。次の仕事は？あったね。あー、いるね。明らかにいるね。おとなしく捕まれ、コソ泥め。そんな人数で何ができるというんだ。寝言は寝てから言え。何を自信満々に。そんなことは。なんて奴らだ。何か間違ったことを言ってるか。じゃあ聞くが、お前は他国から来た商人だよな。万国商会、稲妻の地にみすぼらしく寄生する害虫どもめ。お前らが今まで誰かに助けられ、一度でも守られたことなんてあったか？自分の立場もよく分かってないようだな。この稲妻では、お前たちみたいな無力な商人が駆られるのは当たり前だろ。おのれ。おい、よそ者、一つ交渉と行こうじゃないか。交渉？モラを払ってこれらの布地を買うってのはどうだ。血まみれでここを去るよりはマシだろ。いい加減にしろ。私は諦めるしかないのか。お待ちください、クリスさん。モラを渡す必要はございません。しかし私たちの約束を覚えていますか。あなたはこの剣を他言しない。私はあなたのためにこの剣を解決すると。はい、そうでした。ではあなたは安全な場所へ避難し、自分の身を守ってください。ここからは私が約束を果たす番です。おお、使える。大物が釣れたようだ。ただね、氷がつくんだよね。
び込め。あー強いね。あー居合も居合かこれが強いね。ためね。うん、ダッシュして水がついてればこれで。あーこれは強いわ。かっこいいしね。あ、増援来ちゃった。プレイモノ立った。いってらっしゃい。とりあえず回復させて私に答えるの。これでどうだ。こうだ。移動はモナっていうのがモナと一緒って面白いね。これで解決だな。ねえ、さすが綾香。いえ、とんでもございません。やるべきことをやったまでです。神里様、旅人さん、お怪我はありませんか？大丈夫です、心配なさらず。あの浪人たちは逃げていきました。貨物に構う余裕もなかったようです。盗まれたものは全てここにありますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。中身が無事かご確認を。ロウヤトウ。はい、間違いありません。全て無事です。よかった。早く絹を買おうぜ。絹を？まさか皆さん、こちらの品が必要だったのですか？はい、おっしゃる通り、間違いございません。誤解するなよ。そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、オイラたちは手助けしたぞ。逆にオイラたちは運がいいって思ってるくらいだ。もう少し遅れてたら絹は買えなかったかもしれないからな。皆さん、本当に何とお礼を申せばいいのか。皆さん、絹が必要なんですよね。今すぐ一巻用意します。ありがとうございます。いくらでしょうか？あなたは私の恩人です。モラは取りません。差し上げます。いえ、定められた額をしっかりとお支払いします。商売に苦労はつきものです。パイモンさんが言ったように、私があなたを助けたのは利用するためではございません。この絹は通常の価格で私に販売してください。気を使うことはございません。本日この森では何も起きませんでした。そうでしょ？うん、散歩しに来ただけ。皆さん、感謝の言葉もありません。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れません。私はこれから荷物を紹介へ運ばなくてはなりません。お先に失礼します。今後何か必要があれば、この万国紹介のクリスに何なりとお申し付けください。はい、絹をお売りいただきありがとうございました、クリスさん。じゃあな、もう奪われないように気をつけろよ。旅人さん、お手伝いありがとうございました。約束したから。でもあの浪人たち、お前を知らなかったみたいだな。あいつら神里家のお嬢様に会えるような身分じゃなかったことか。そうかもしれません。私にとっては良いことです。本日の出来事を大
くの人に知られるわけにはいきませんので。お前みたいな大物がクリスを助けるなんて人が良すぎるぞ。そんなに褒めないでください。私はただ誰にでもできることをしたまでです。私の立場上彼の手助けをするのは確かにあまり適切ではないのかもしれません。しかし今回のことは身分や階級などとは関係なく、私自身の意思で困っている一般人の方を助けたまでのこと。なぜなら私は心の奥底では民が困難に遭う世の中を正しいとは思っていませんので。あ、申し訳ございません。このような無駄話を。大丈夫。小倉屋へ戻りましょう。苦労して手に入れた絹を店主に渡さなければ。ああ、そうだな。店主、戻ったぞ。皆さんお帰りなさい。どうでしたか？万国商会に在庫はありました？はい、手に入れました。これは良かったです。絹以外の材料は店にあったはずだから、材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので皆さんはここで少々お待ちを。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。しかしあなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。ありがとう。でもこのままで大丈夫。いやー、そこはもらっとこうよ。そこはもらっとこうよ。新衣装欲しいじゃん。そうですか。外見を気にすれば剣が鈍る。まあそれよりかこの服には大事な意味がある。まあ確かにね、兄を探す上ではこれが目印だからね。そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。そんなに小さいサイズはないと思うよ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当におかわいいですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。あー、でもパイモンもちょっとね、見てみたい気がするよね。あやか、そんなに気を使わないで。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。あー、国に合ったの着てるからね。みんなこだわりが強いね。そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。優雅、高貴、カジュアル、みんな違うけど自分たちの特徴にぴったりだな。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要です。自身の気質を引き立たせ体との一体感をもたらす、とても素晴らしいことです。ですのでおめかしは嫌いではございません。わかるぞ、確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いのでどんな服装もお似合いだと思いますよ。褒められたぞ。お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか？いえ、材料はすべて揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか？はい、わかりました。すぐに手配します。価格はこれで。はい。ではこちらを。もし可能でしたら、
なるべくお早めにお願いできますでしょうか。近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので、今すぐ制作に取り掛かれます。ただ、衣服の制作には時間がかかりますので、しばらく経ってからここへ受け取りに来てください。それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう。オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい。それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですが、いかがでしょう。おー、ご飯だ。ちょうどお腹が空いてきた。場所はきちんと厳選してあります。君の料亭です。高級すぎてかしこまってしまう料亭より、親しみやすい君並料亭の方が本日の旅程に合うと考えました。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。おもてなしやね。いやー、衣装欲しくね。主人公愛着もともとあるけど、いやー、そっかー。結構主人公ここ最近ってか、だいぶ自我をはっきり出すようになったもんね。最初の頃そんな表現なかったんだけど、もしかしたらパイモンだからね。でも選択肢が結構重みがあるっていうか、そんな感じになってきたから、キャラクター的にもちょっと突出してきだしたよね。この店か。通りに面した開放的な店だな。確かに親しみやすそうだぜ。いらっしゃいませ。君並さん、こんにちは。あ、神里様、時間ぴったりですね。予約してた時間通りです。はい、注文内容は以前予約した通りに、それと事前に言っておいたこともお願いします。はい、わかりました。もうすべて準備してあります。旅人とそこの小さいお客さんはこちらへどうぞ。私は料理の準備をしてくるから。旅人さん、パイモンさん、どうぞおかけください。私は少々席を外します。すぐに戻りますので。何か緊急事態？いえ、そういうことではございません。いくつか些細なことを処理し終えたらすぐに戻ります。どう、行っちゃったの。なんか急いでたみたいだけど。お二人は神里様のお友達なんだよね。私のお店の料理は庶民的なものばっかりで、高級とは言い難いけど、味には自信があるよ。気に入ってくれると嬉しいな。お店ももう長いことやってるから、神里家の方とも交流が深いの。神里家の兄弟は二人とも私の店の味が好きで、昔はよく人に頼んでうちの料理をお持ち帰りしてたんだ。でもまさか神里様が自分で店に来るなんてね。それにお友達も連れて。あの方がお友達をご飯に誘うところなんて初めて見たよ。初めてなのか。オイラたち誇っていいよな。そうなの。こう言ったらあれだからあなたたちだけに言うけど、私の知る限り神里様ってお友達があまりいないみたい。交流多そうだけどね。すごく意外。どうしてだ。人もいいし礼儀正しいし、みんなから好かれてるはずだろ。私もそう思ってたんだけど、対人関係ってそうもいかないみたい。神里様は容姿端麗で高貴な身分、それに優雅な振る舞いからまるで高嶺の花だって近所の人たちはみんなそう言ってるの。完璧すぎるのは逆に距離感を生むのかもね。普通の家の子はあの方に話しかける勇気すらないもの。あんなにいい子なのに
友達ができないなんて。そうだったのか。交流は少なくとも私はもう長いこと神里様のことを知ってるからね。あの方が若くしていろいろな責任を背負ってることは本当に尊敬するよ。だから今日は神里様がお友達を連れてきたのを見て私もすっごく嬉しいんだ。たくさん食べてね。よかったらあの方ともっとお話をしてあげて。私たちここ一帯に住む人たちからのお願いだと思ってさ、頼んだよ。はっ、あ、彩香の声。すみません旅人さん。その何か爆発音がしたよね。何か爆発音が。私と一緒にこちらへ来てくれませんか。頼みたいことがございます。すみません急に呼び出してしまって。実は私が先ほど作った料理が失敗してしまい。あの音は鍋が吹っ飛んだ音だったのか。見ての通りこの家は料亭の隣にある店主の私邸です。この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため道具と食材の用意を店主に手伝ってもらったのですが。どうして料理を。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。私が作りたかったのは椿さんへの手土産でございます。お母様の手記には椿さんは異国料理がお好きだと書かれていました。今回椿さんに会うため異国料理を作ってお渡しした方がいいと思い。異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたくさんあるんじゃないか。そうだね、私実は腕利きの料理人なんだ。私もそうなのではないかと思っていました。あなたみたいな各地を旅する方であればきっと様々な美食を知り尽くし知識にも富んでいるのではと。料理を作っていただけませんでしょうか。どうかお力添えを。もちろんお礼はきちんといたします。やっと私の出番。どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。おいら知ってるぞ、この類の料理ならあれしかないよな。ピザだ。ピザ。おお、具材とソース、そしてチーズを生地の表面に乗せて焼いた食べ物だぞ。すっごく美味しいんだ。それはとても美味しそうですね。まさかのピザ。その発言が出ると思ってなかった。ピザは焼けましたか。あったわ。なんで俺キノコピザ持ってた。たまたま作ったんだろうね。焼けた焼けた。うん、これが完成品。香ばしい匂い。旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。二人ともうまくできた。あ、これは神里様、欲しかった料理ってこれのことですか。はい、旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか。もちろんです。香ばしい匂い、本当に美味しそうな料理ですね。あー、私もこの料理をお店に出してみたいな。ふふ、作り方を教えてやろうか。
いいのですか？いいよ。食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。本当に？やった！前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれればお店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。旅人、本当にありがとう。私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったらみんなもこっちに来て。料理もできてるから。高値で売れるものなのに、それを惜しみなく共有するなんて素敵です。彩香はいつも褒めてくれるね。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。それでこのレシピは書き写せばいいのでしょうか？ああ、オイラたちの好きな具材でピザを作りながら、その内容をレシピに書いて店主に渡そう。じゃあピザを作るぞ。一つ目の材料の組み合わせを選ぼう。これ下の絶対やばいよね。ウリとイッシーってキノコ小麦。そう、それだ。じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。これはこれでオリジナルっぽいけど、やっぱ異国料理だもんね。キャベツ、チーズ。そうそう、それだ。あとは調理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で焼き上げる。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですからきっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。どう見ても鍋だったんだけどねじゃあ店主に渡そっか。あ、猫ちゃん、こういう猫見るもんね、日本はね。かけました。ありがとうございます。うわー、楽しみだな。早く新しい料理が作りたい。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか？おいしい。これもおいしいし、あっちにあるのもすっごくおいしい。一番気になったのは、あの寿司がさ顔ぐらいのサイズなんだよね。すごいよね。でも確かに、あの寿司は昔はお腹に溜めるための即席料理だったから、意外とでかかったみたいだね、おにぎりみたいね。いやー、そりゃーね、すごく気に入った、好きな味でしょう安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした？その私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でもお前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで嬉しかった？やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか？もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。
それはすべて事実です。私はあまり友達と呼べる方がおりません。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみですので、皆さん私があなた方を誘ったことに驚いているのでしょう。私が彩香の友達だよ。そうだぞ、お前に友達はいる。オイラたちだ。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい、それと私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とても嬉しいです。いいんだぞ、オイラたちよくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことができる。だからすっごく重要なものなんだ。はい、友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でもそういえばその椿って人一体何者なんだろうな。そのことについて簡単にではございますが、ある憶測があります。バスで私が思うに椿さんは狐紳士かもしれません。狐紳士？狐紳士？はい、私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。稲妻には古くから狐紳士に関する逸話がございます。もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐紳士ですよ。この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐紳士が他にも存在する可能性がございます。そしてその椿さんこそその中の一人なのかもしれません。それって稲妻にも仙人がいるってことか。稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり地下を駆けたり水中を泳いだり土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。象形の念を抱かざるを得ません。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻の神秘的な奇人に会いに行きましょう。じゃあ着物だね。いやーそうだね。ここら辺はやっぱ次の仕事は原神ならではな気がするけど、ほんとキャラクターが立つからさ、ガチャで欲しくなるよね。神里様、こちらが完成した置物です。もうすでに畳んで贈り物用の箱にしまっておきました。それと神里様が特別に用意したあれも
準備できてますよ。ありがとうございます。本当に可愛い服だったので作っててとても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。旅人さん、私から一つあなたへ贈りたいものがございます。え、本当？おー、高級品みたいだぞ。髪飾りかな。白鷺を題材にして作ったかんざしです。髪飾りにもできますし、置物としても使えますよ。あなたをただ働きさせるわけにはいきません。これをどうぞ受け取ってください。素敵なプレゼントありがとう。いやでもさ、やっぱ着物が良かったな。はい。そういえば、綾香の称号って白鷺の姫君だよな。このプレゼント、お前と同じですっごく綺麗だな。パイモンさんは人を褒めるのがお上手ですね。それを見て私を思い出してくれるのでしたら、それだけで十分満足です。きっと見るたび思い出すさ。よし、じゃあ準備もできたし出発だ。椿って人のところに行ってみようぜ。はい、もんは口説き上手やね。褒め上手ってか口説き上手な気がする。でさっき手に入った貴重品。ああ、調度品か。ああ、お着物なんだ。じゃあこれは、かんざしをつけれるとかそういうこともないんだね。でも綺麗な色だったね。あ、どこだ、椿さんは。3なのか。あ、でも近いね。永遠なる約束。こっちからか。ああ、なんかでもここ来たことあるな、探索してるとき。ここが鬼人の住む場所か。なんだか肌寒い感じがするぞ。本当にここに人が住んでるのか。私も少し意外に思っています。おかしいですね。手記によるとここで間違いないようですが、まさか。もしかしたら狐神し間違えたのかもしれない。少々不安になってまいりました。しかしここまで来たのですから、やはり入って確かめた方がいいですよね。おう、そうだな。もしかしたらお宝があるかもしれないぞ。そうだ、式には何て書いてあるんだ。そうですね、鶴は髪を飾るための花を運び、白ウサギは4つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を7回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる道に私は立っていた。童話みたいなお話だな。お前のお母さんはそうやって椿の家に行ってたのか。ますます仙人っぽくなってきたね。なんだかある種の謎かけのような気がします。もう少し近づいてから判断しましょう。うん、確かに謎かけみたいだね。ああ、まず一輪。
一輪だよね。まず花だよね。ついていきます。とりあえず奥に行くか、適当にね。これだと出るね。14東7だったよね。近くの山壁に茂みがあるけど、何か手がかりはないか？壁の上の茂みを調べる。ついていきます。壁の上の茂み。次の仕事は？どれだ。あれか。あー、これっぽいね。この石壁はなんだかおかしい。一回叩く。4回叩く。で、7。お。おかしいですね。空っぽです。他を当たりましょう。1。4、7。おかしいですね。空っぽです。他を当たりましょう。1、4、7。お、なんかある。どうだ？仙人が残した財宝とかあったか？これは、本みたいだな。どうやらこれも手記のようです。もしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん一度外に出ましょう。ここの雰囲気は思っていたものとは少し違っていました。なぜかは分かりませんが、この手記をここで開けたくはありません。そうだな。暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。外に行こうぜ。雰囲気ね。外に出るらしいけど、まあ、何事もないだけね。戦闘とかありそうでなかったからね。んだ、ここなら大丈夫でしょう。早く中に何が書いてあるのか見てみようぜ。そんなお宝だったりして、楽しみだ。はい、もん。どうした？いきなりそんな小声で話しかけるなんて、オイラを緊張させるなよ。少し離れよう。なんかそんな気はする。が手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に何かあるみたいだ。でも彩香の表情を見るに、お宝じゃなさそう。一体何なんだろう。
旅人さん、パイモンさん、大変お待たせしました。全然待ってないぞ、読むのが早すぎる。武器は読み終わったの？はい、すべて読み終えました。独読やな。この手記に書かれた真実はあなた方にも共有すべきものだと思います。内容は思っていたものとは全く違っていましたが。違う？狐紳士の手記じゃなかったのか？狐紳士ではございませんでした。椿さんの正体は私のお母様でございます。え？驚きますよね。私もです。しかしこの手記の最初にはこう書かれていました。椿は普段の私と同じでありながら異なる存在。私が椿である時だけ上里佳代ではなくただの平凡な女の子になれる。以下のすべては椿としての私の生活を記録しただけのもの。手記の中に書かれていたのはお母様が日常で経験した出来事や考えでした。私たちが椿だと思っていた女性もお母様の考えでしかなかったのです。それって服の裁断図も異国料理も。はい、すべて私のお母様が試したかったことのようです。あなた方にとっては不思議に思うかもしれません。しかし私からすればお母様のこのような振る舞いはよく理解できます。それどころか実は私もそのような一面を持っているのです。手記を読んだ時自分の考えが全て人に見透かされているのではないかと思うほど、そこには私と同じ気持ちが書いてあり、あっけに取られてしまいました。綾子、お母様がお父様に嫁いでからずっと上里家の守護として全ての事務を担当してきました。高貴な身分であるシャブ業では管理すべき点が多々あったのでしょう。それだけでなくお母様の一言一行は上里家を代表していました。人々から常に注目を浴びせられていたと思います。そのような状況の中、自分のやりたいことをする時間もなかったはず。両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家のすべてを引き継ぎました。その中で遭遇した数々の困難は他の方には想像できないかもしれません。私が面倒ごとに会った時、いつもこう思うのです。お母様も以前このようなことを経験したのでしょうか。お母様ならこのことをどう対処したのだろうかと。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。しかしこれはいけないことなのです。この手記を読んだ時気づきました。お母様も私と同じようにどれほど大きな責任を背負っていても結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美食を食べ、見たこともない美しい風景を見る、それらに憧れていたのです。もしかするとあなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかし私は確かにそのような考えを持っています。上里綾香としてではなく普通の女の子として生きるという思いをお母様が書いていました。稲妻の民たちの間で行われるお祭りにずっと参加したかったと。天気のいい夜に家から遠くを眺めるとたまにお祭りの明かりが見えると。私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても綺麗なんです。とても賑やかでそこの治安を心配するほど。しかし私たちの立場では
闇雲にお祭りに参加することはできません。特に両親がいた時代は、シャブ業と人々の関係はそれほど親しいものではありませんでした。私たちを止める人がいなくとも、突然シャブ業の人間が群衆の中に現れれば、皆さんに注目されることでしょう。一体これから何が始まるのかと思うはずです。お母様は人々がそうしてかしこまるのを嫌っていました。皆さんにお祭りの楽しさと自由を味わってもらえることを望んでいたのです。人々の邪魔をしたくない上に、あまり良かもない方でした。そのため一度もお祭りに行ったことがなかったようです。そうだったのか。じゃあ、あの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る服だったってことか。はい、お祭りでは異国からの料理も売られることがあったので、それも味わってみたかったのでしょう。こういうことを言うのは少々ふさわしくないかもしれませんが、お母様も意外と乙女な一面を持っていたのですね。ふさわしくないなんてことないぞ。お前のお母さんは可愛くて責任感のある人だとオイラは思う。知らず知らずのうちに、私がお母様の代わりに願いを叶えていたのですね。しかし、お祭りに行くことだけは私もできません。どうやらお母様のためにそれを行う機会もないようです。もう十分やったよ。はい、分かっています。ありがとうございます。この一件で私もいくつかのことに気づけました。お母様と私、いろいろと通ずる点があるようです。お母様が直面したことは私も同じく向き合うべきこと。お母様は実現できない願いを椿に託した。私決めました。はい、まさかお前も。いえ、私はこの方法を使うつもりはございません。ただ新しい目標ができました。悔いのない毎日を送りたいと思います。その旅人さん、私落ち着いて気をしっかりと。私たちのお祭りに興味はございますか。告知を見た時からずっと行きたかったんだ。彩香も興味あるんだろ。彩香も祭り行ったことないんだよね。はい、あの、笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。あなたでしたらきっと私のわがままを責めることはないですよね。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか。喜んで。行く行く。祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。それと楽しい遊びもな。よかった、お二方感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな、今日は最終日だったよな。じゃあ早速行ってみようぜ。着いたぞ。でも思ったより賑やかじゃないみたいだ。どういうことだ。今日はお祭りの最終日、観光客もそろそろ帰っている頃合いなのでしょう。最終日は人も少なくなると聞きましたので、事前に撤収作業を始める屋台もあるそうです。間に合うかな。私聞いてきます。どうしても一度は参加したいので。おう、その意気だ。オイラたちも付き合うぞ。
いやーでも終わりだねー。あ、キツネの麺とかね。はいはい、お麺とかね。ラーメン。人が少なくなってきただけで、お祭りはまだ終わっていません。早く向かいましょう。おい、見ろ。あそこの屋台、お面がたくさんあるぞ。祭りに参加するには、お面をかぶるって聞いたことあるけど、今もそういった風習はあるのか？以前はそのような風習がありましたが、今ではお祭りを賑やかにするための流行り物となっています。絶対に被らないといけないわけではございません。よう、神里家のお嬢様じゃないですか。こんにちは。みんな彩香のこと知ってるんだな。さすが稲妻の有名人。もちろんさ、シャブ業の神里家は稲妻でもすごく有名な一族だからな。特に神里家のご兄弟は家を継いだ後しょっちゅう外に顔を出してた。神里のお嬢様を見たことがない若いもんも多いが、俺みたいに年を食ったおっさんは結構目にしたことがあるんだぜ。そんな、私とお兄様はただ義務を果たしていただけです。神里家の人間が祭りに来てるとこなんて初めて見ましたよ。公務中ですかい？いいえ、こちらの旅人さんを案内してあげているのです。おお、旅人。そう言われると確かに知らない顔だな。若いの、初めて稲妻に来たのか？楽しんでいけよ。ああ、そうだ、おい野郎ども、神里のお嬢様が祭りに来てるんだ。撤収作業を早まるなよ。お待ちを。そのあまり大げさには、私たちはただ感謝するぜ。旦那、声をかけてくれなかったらみんな撤収してたかもな。だってもうじき店じまいの時間だろ。確かにそうだが、俺たちも神里のお嬢様が祭りに来るのを初めて見たんだ。それだけでも屋台を続ける甲斐があるってもんよ。そうだ、この二つのお面をお前さんらにやろう。いえ、もうこんなにもお世話になったのです。これ以上は。いいんですよ、持って行ってください。俺たちみたいな一般人も普段からシャブ業の世話にはなってるんです。どうかお返しさせてください。それを受け取ってくれなかったら、おじさん面目丸つぶれですぜ。しかし、わかりました。おじさんいい人だね。遠慮すんな、楽しければいいんだ。おじさん、おじさん、オイラの分は？お？お前さんか。この小ささのお面は悪いけどないな。オイラ一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか？パイモンさん、大丈夫です。お面は必須ではございませんよ。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。なら葉っぱをかぶるのはどうだ？お前さんの顔なら十分だろう。いやだ。じゃあ仕方ないな。安心しろ、おじさんがすぐに小さいお面を作ってやるから。本当にありがとうございます。いいんですよ、神里のお嬢様、明かりがついてるうちに夜の祭りを楽しんでください。はい、では旅人さん、行きましょうか。あ、少々お待ちください。一つ説明しなければなりません。先ほどは緊張していて、その言い訳をしてしまいました。ここへ来たのはあなたの案内をするためだけではございません。
私を信じてください。私はその心からあなたと一緒に来たかったのです。彩香の性格は知ってる。はい。ある意味心配性だよね。あーすごい、ちゃんとお面してる。これいいね。神里もしてるね。おみくじか。これちなみに、ハイボンはしてないんか。してないのか。これはちょっと。多分ね、この時だけだと思うんだよね、このお面はね。うん、これで OK。 旅人さん、見てください、おみくじの屋台がございます。あ、綾香様、珍しいですね。今日はお友達と。どうぞ寄っていってください。おみくじをやっていきませんか。はい。一回おいくらでしょうか。綾香様は知らないかもしれませんが、僕の叔父は以前シャブ業の世話になったことがあるんですよ。あの頃はあなたの父親がご存命で対応してもらったんです。ですのでお金なんて取りません。え、本当にいいのでしょうか。もちろん。よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちらのお二方もどうぞ。旅人さん、ファイモンさん、どうしましょう。あやかはみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。遠慮なく。旅人さんが言うのなら私も遠慮なく。店主、おみくじをお願いします。はい、こちらになります。おみくじを引いてください。絶対パイモンは今日。こう急いで確認してみましょう。中を開けて運勢を確かめてみてください。あ、どうだった。オイラは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは大吉。ちちってどういうこと。それはとても幸運でございます。おめでとうございます。大吉ち。ちには財宝、天禄六字、すべてがうまくいくことを意味します。この先もきっと幸運が持ち続けることでしょう。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしようともきっとうまくいくでしょう。そうだな。これからもこの運が続いていくといいな。パイモンのお面がないのが残念だな。あ、でもこの異国の食べ物は確かにあるね。こちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。何か食べたいものはありますでしょうか。私が買ってきます。どれも美味しそうだぞ。全部食べていいか。もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。一つ一つ順番に試していこうぜ。あやか、あそこの団子が欲しい。はい。私はあそこにあるピンクの餅、餅ばっかやな。あれも美味しそうだな。それとあそこの卵焼きも。食べてみたいな。では私はこのひよう餅にします。
はいよ、すぐ用意します。うん、ひよう餅美味しい。そうだろう、うちの屋台の人気名物なんだ。店主、オイラにも一つくれ。ぶしつけなことを聞きますが、これは何でできているのでしょうか。作りたいんですか。いいですよ、ちょっと待っててください。作り方を書きますんで。新しいレシピだ。え、教えていただけるのですか。商売をする上でそういったものは秘密なのでは。皆さん、君並料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺と彼女は古い友人なんです。普段から料理の腕を競い合ってまして。だから俺からもお礼をさせてください。どうぞ遠慮せずに。ありがとうございます。帰ったら必ずこの美味しいお菓子の作り方を勉強します。そちらのお客さんも一つ持ってけよ、美味しいぞ。ありがとう。ご自身の手で美味しいものを作る感覚、ぜひ試してみてください。はい、このお菓子の作り方を学んだ後、旅人さんとパイモンさんに試食してもらってもいいでしょうか。いいぜいいぜ、約束だ。いい知らせを待ってる。はい、頑張ります。ただな、爆発するんだよな。こんなに面白いなんて、オイラお祭り大好きだ。いやー、祭りいいよね。私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。あ、願いか。ここはエマを売っている屋台ですね。稲妻の人々はエマという五角形の木板に自身の願いを書き、それが叶うことを祈るのです。リーヨへの回答と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。そこの人たち、エマはどうだ。祭りの最後に君たちの願いが叶うよう祈ってみないか。面白そうだ、試してみようぜ。でも字を書いたり絵を書いたりするのか。オイラは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから、今は頭が働きそうにないし。店主、エマを2つお願いします。はい、エマ2つです。どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか。旅人はもう探し人だからね、ちゃんとお兄ちゃん見つかりますようにだろうね。決めた。彩香は。私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にして絵馬に書いてください。完成したらそこの絵馬掛け人前に展示するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。オイラの腕前を見せてやる。これでよし、あなたの絵馬を見てもいいでしょうか。いいよ。あ、しかも落書きするんだ。あなたとお兄さんですか。素敵ですね。うん、お兄ちゃんを見つけたい。きっと見つかるさ、自信を持て。はい、パイモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。彩子が書いたのって天使閣か。はい、私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そして家族や友人が健康でいることです。この願いが叶うことを祈って。きっと叶う。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間ですね。え、もう行っちゃうのか。はい、お祭りもそろそろ終わりですので、楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。流れる水と舞い散る桜のように戻りましょう。
祭りに来てこのように遊べる日が来るとは思いもしませんでした。これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格ではあなたがいなければこの日をこれほど楽しくは過ごせなかったでしょう。ありがとうございました。今日は私にとってとても大事な日になりました。永遠に心に刻んでおきます。お祭りっていいですね。規則もなく一人一人心の底から笑顔を浮かべられ自由で楽しい。機会があればまた行ってみたいものです。私もまた行きたい。本当ですか？それは良かったです。そういえば私って旅人さんと少し似ていますね。私たちどちらも兄を持つ妹です。あなたのお兄さんを早く見つけたいという気持ちよくわかります。そうだね、お兄ちゃんを見つけることがこの旅の意味。はい、わかります。家族との縁にし誰にも断ち切ることのできない絆です。私たちが過ごすこの世界で最も重要な根でもあります。あなたならきっとお兄さんを探し出せるでしょう。決して諦めないでください。その友人として私があなたを見守り支えます。ありがとう、彩香。はい、そう言っていただけて安心しました。あの旅人さん、もう一つ行いたいことが、お時間を少々いただけませんでしょうか。でしたか？私の舞うまくできていたでしょうか？すっごく綺麗だったぞ。綺麗で優雅で、おいらよくわからないけど、きっとこれが芸術ってやつなんだな。綺麗だった。ありがとうございます。私こういう舞には慣れていなかったのですが、恥をさらさずに済んでよかったです。ただの気まぐれでこんなわがままをそういえば今日は本当にわがままばかりの一日ですね。彩香と一緒にいると楽しい。私もそう思っています。
あなたと一緒にいると時間が過ぎるのがとても早く、それでいてとても緩慢です。では本日はここまでにしましょう。後の道は自分一人で大丈夫です。おやすみ、あやか。おやすみなさい、旅人さん。ああ、クリア。いやー、なかなか、いい話で、しかも長い。いやー、やっぱ、そうなんだよね。原神、やっぱキャラのストーリーが立つのがいいよね。なかなかするかどうか悩んだんだけど、ここら辺は良かったね。で、あと一つ、ルキン。これもしないといけないからねー。早川はほんとザ日本人って感じや。昔の日本人感がすごい出てるね。あと、ムービーが入ったのは、あれは、結構あれ初かな、キャラクターの話の時ね。あんまりイメージはなかったからね。この花も綺麗だしね。場所も場所でよかったね、ムービー流れたシーンのね。ということで、今回ここまでとなります。また次回、そうだね、メイン進めるためのキャラクエをしないといけないんで、伝説任務がしないといけないんで、またそちらも楽しんでいこうかなと思いますんで、よかったらまた遊びに来てください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。